ハインケル HE111、HE111、ハインクル HE111 は第二次世界大戦前から大戦終了までドイツの航空機メーカーのハインケルが製造し、ドイツ空軍が使用していたレシプロ双発爆撃機。ドイツはベルサイユ条約の規制のため戦闘機などの開発を民間機の名目で行っており、 HE111 も民間用輸送機として開発が進められていた。まずは民間用に C 型が開発された。この C 型をもとに軍用機も研究、開発が進められた。こうして開発された機体 HE111A 型は当初、重量型により巡航速度が予定の数値を大きく下回り、機体外れの落第機の落因を押されたが、 その後 DB600AA エンジンを搭載した B 型が開発で、この機から実戦配備された。ドイツ空軍の爆撃機の高速化のコンセプトにも基づいており、当時の爆撃機としては高速であった。本機は楕円翼を持つ。機体内にある爆弾層は2つの区画に分かれており、爆弾は弾頭を上に向けて垂直に発発、搭載するという独特の構造をしている。 また、機体腹部に爆弾層のものより大型の爆弾なども搭載できる。機種部と腹部のゴンドラに自衛用の銃座を備える。このゴンドラは敵戦闘機の格好の餌食器となったため、死のベッドと、俗称された。はじめは、操縦席の風防と爆撃手の風防が独立した段差のある機種であったが、P 型以降は、これらが一体となった。 全視界操縦席と呼ばれる全面ガラス張りの風防に変更され、機体上部に銃座が追加された。最終的に H 型まで改良された。変わった機体として、大型輸送グライダー目321の栄光用に2機の機体を主翼で横につなぎ合わせ、新設した中央翼に発動機を追加した5発二五機、ツビリングである Z 型が製造された。これは、 e 321の運用に BF-103 機によるトロイ化式の栄光が危険なため考案された解決法であったが間もなく e 321自体がモーターグライダー化して実行可能になった e 323に発展した目生産数はあまり多くはない。1937年から1939年のスペイン内戦で実戦投入され 一定の戦果を上げる。また、同時期に、日独移防協協定を結んでいた大日本帝国で、日中戦争、品事変が勃発。大日本帝国陸軍は、使用できる、銃爆撃機が、時代遅れの93式銃爆撃機しかなく、新鋭後継機である97式銃爆撃機の、配備にはまだ時間がかかる状態だったため、中継ぎの爆撃機を、 海外から輸入して対応する計画を立て、HE111 の輸入を希望したが、ドイツ軍部の反対で実現しなかった。その後勃発した第二次世界大戦では、1939年のポーランド侵攻や1940年のフランス戦など、大戦当初は主力機として活躍したが、爆弾の大型化に伴い速度が低下し、また防御力も低かったため、 バトルオブブリテンでは大損害を被った。以降、東部戦線を除いて昼間爆撃任務のほとんどは八8 8が行うようになり、HE111 は夜間爆撃機、ミサイル母機や偵察機、大撃機として活躍した。東部戦線でも1943年頃から HE111 の爆撃任務は夜間に限定されるようになった。年には、 スターリングラード攻防戦で包囲された遊軍への空中補給任務を行い、対戦末期にはほとんどを輸送機として任務に就いた。1942年に後継機の HE177 が登場したが、技術的問題で初期不良が多発したため稼働率は低く、HE111 はすでに旧式化していたものの1944年まで製造された。 大戦前に中華民国へ輸出され、大戦中にはドイツと同盟関係にあった数軸国にも供与された。大戦末期にはスペインが傘2.111としてライセンス生産し、大戦後も1973年まで使用された後述。なお、1941年にベルナー・メルダースが自己死した際に乗っていたのも h e 1 1 1である。 メルダースは自殺したエルンストウーデットの葬儀に向かう途中で事故に巻き込まれた。カサ2.111はスペインの航空機メーカーのコンストルクシオネスアエロナウティカス SA 社カサがライセンス生産した HE111 である。HE111H-16 が元となっている。1945年5月23日に初飛行。 1956年までに236機が製造された。初期の機体のエンジンは、オリジナルと同じくユモ2 1 1回マイナスに 1350HP を搭載した。しかし、ドイツの配線により、製造元のユンカースは、軍用品の製造を禁止されたため、消耗部品の調達ができずに、エンジンの整備が困難な状況に陥った。そのため、 1953年より製造された機体からは部品の入手が容易なロールスロイス製の民間用エンジンマーリン500から20、1500HP を搭載するようになった。エンジン変更によりエンジンカウルとエアインテークの形状が変わった。実戦では1957年から1958年にモロッコとのイフに戦争で近接航空支援として投入された。 1973年に全機退役した。退役した機体の中には第二次世界大戦を題材とした戦争映画に HE111 としてドイツ空軍の塗装に変更された上で撮影に使用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。